粉砂糖をまぶしたカフェデュモンドのベニエオートイコールサボワ県のジャガイモのベニエズッキーニの花、サヤインゲン、青リンゴのベニエベニエは生地を油で揚げたドーナツに似たペーストリーである。メープルシロップや果物を詰めたものはオードブルとしても人気がある。フランスでは果物を詰めた生地を油で揚げたペーストリーの総称として用いられる。ベニエとはフランス語で 揚げた生地を意味する言葉である。揚げた果物を副菜として食べる伝統は古代ローマ時代にまで遡る。料理名はフランス各地で微妙に異なり、ビューニュ、メルベーユ、オレーエット、ベニエドカルナバル、ボットロー、トゥルキソウ、コルブシェ、ガンズ、ヌーエ、ボートとも呼ばれる。ベニエはペーストリーのタイプによって二つの種類に分けられる。一つは、周川生地を揚げたもので、 イタリアのゼェッポレやドイツのシュプリッツ空編に相当するものである。一方、出荷酵母で膨らませたパン生地を揚げたタイプも存在する。フランスではブールドベルランと呼ばれ、これは丸い形でジャムか果物を詰めたベルリンのドーナツが語源である。ポーランドのポンチキやポルトガルのボーラでベルリンともよく似ている。ドイツ西部では果物の入ったものをベニエと呼び、 入っていないものをクラップフェンと呼ぶ。アメリカ合衆国ではクレオール料理の四角い粉砂糖をかけた揚げ菓子として知られる。ニューオーリンズの老舗カフェデュモンドのベニエが最も有名であり、ルイジアナ州の公式ドーナツでもある。コルシカ島ではヨーロッパグリの粉で作ったベニエはフリデッリとして知られる。ありがとうございます。